もう何個か得意技あるんで。宮田はタックルにヒット攻略の鍵を見出していた。予定より到着遅れます。いつもと変わらぬ表情、王者の貫禄を見せつける。一方、対戦相手の宮田は休むことなく体を動かし続けている。こっちのこういうの、これ多分来るよね。来ると思うんで。しかし、ここで突如動き出す。人は明らかに変わっていた。ついに戦闘モードに突入した神の子。その気迫に狙うは慶応か、オリンピック選手が番狂わせを起こすのか。青コーナー160、山本健闘のり。この戦いを制するのはチャンピオン山本健闘か、宮田和幸。プロの荒波の中に飛び出して3年、ヒットと初対戦。新勢対決メインイベントを迎えました。山梨学院大学、小日本大学出身、宮田和幸。代々木のメイン、飛び込んでキッド。試合開始のゴングと同時に猛然と宮田に襲いかかり、 KO 勝利を収めたキット。右膝と見せかけて左の強烈な飛び膝蹴りを繰り出していたのだ。狙っていた宮田はこの一撃で完全に失神。史上最速となる4秒で決着した。入れて。